なるほど日本第19話言霊とは第2部。言葉には霊力が宿り、発した言葉通りの結果が現れると考えられている神秘的な霊力、言霊。第2部の今回は、天皇家の宮中祭祀を司ってきた八卦神道や古代文献発末伝や太間にから見る言霊についてご紹介していきたいと思います。八卦神道は花山天皇の王子清人親王の子信実王を祖とする白河家の唱えた神道で、宮中内侍所や皇室の祭祀を司り、古来より朝廷に伝わる祭祀の作法を口伝により受け継いでいました。八卦神道の秘技継承者七沢賢治氏によると、師である高浜博氏は八卦神道の行法を始めるとき、手のひらを見せ握る動作をして、神をこの手でつかみたいですかと聞いたといいます。この行法は神をつかみ神を食べることであると伝えられていました。八卦神道の行法とは心神合一であり、神をつかみ食べるように体感することのようです。八卦神道では宮中八神と十日神恵見為を関連付けた三種の大祓いを伝えています。天皇家は日々十日神恵見為を40回唱え、最高神天照大神をはじめとする先祖神に感謝を伝えてきました。本来祓いの対象は皇太子であり、天皇になるための修行とされていました。八卦神道は後に吉田神道の吉田家が神技官の実権を握ることになったことをきっかけに、八卦神道の白河家の勢力は衰退し、1959年に血筋は途絶え、八卦神道の正統たる白河家は断絶しました。発末伝は神代文字の押し手を用いて書かれた押し手文献と呼ばれる古文書の一つで、古事記や日本書紀の原書とも偽書だとも言われています。古事記、日本書紀と大筋の内容は同じですが、いくつか異なる点もあります。ヤマタノオロチ退治でも知られるスサノオがソサノオであったり、記述の違いが見られます。発末伝には言霊に関係する阿波歌、太間にの記述があります。阿波歌とは押し手文献におけるいろは歌のようなもので、民に日本語を広めるためイザナギ、イザナミによって作られた歌と言われています。押して文字を構成する48音を定め、日本語の基礎を伝えると同時に健康や浄化の恩恵に触れることもできます。一音一音に意味が宿り、あは天、和は地といった感じに音が配置され、言霊とされています。またこの阿波歌を五音ずつに区切ってみると、あいうえおといった音が現れます。赤さたな、浜やらはの配列ではないものの、母音と子音が認識されており、五十音図の元になっているとも言われています。神それぞれにも音が当てられており、第一部でもお話ししたように、天地開闢において最初に登場した造花三神の
雨のみなか主は言霊のう、高み結びの神が、あ、神結びの神を、わとしています。押して文字の古文章太間には戦術と関係の深い歌集で、天照神によって編集されたものだと言われています。太間には元分けを使う戦術で、元分けには最初に登場した増加三神を示すう、あ、和を中心に阿波歌48音が配置され、第2演には最強の開運のりと徒歩神エヒタメも出てきます。元分けの解釈は様々で、中心は雨の御親神で、うは初めの一息、あは天、和は地との考え方もあり、二縁の徒歩神エヒタメは人の魂を地上に下ろし、魂と肉体で寿命を得る。三縁のアイフヘモオスシは言葉や方位、人の内臓を司り、外輪の32音は神が人の容姿を司り、人の寿命を日夜見守るといった考え方もあります。また天神七大を表すものや宇宙の哲学を意味するなど様々です。皆さんはお気づきになられたでしょうか。先ほどご紹介した中の元分けに見られる徒歩神エヒタメ、八卦神道でご紹介した徒歩神エミタメとは一部読みが異なります。ここについては様々な憶測が飛び交い諸説ありますが、資料をもとにご紹介します。天皇家の宮中祭祀を司ってきた白河神道や水火神道、吉田神道はエミタメを採用しています。また白河神道は三種払い、ひふみ払い、みそぎ払い、大払いなど払い言葉を作る際、さまざまな祝詞や払い言葉を吟味し最強の言葉を選定したとあることから、信憑性が高いようにも感じます。発末体だとエヒタメ、古くからあるのでこっちの方が正しいのではという考え方もあるようです。国とこたちの八王子の名前の頭文字徒歩神エヒタメが元になっているため、その神名を唱えるのが正しいという考えです。言霊学で見るとエミタメの実は育食いの神で、生きることのよりしろの意味になり、エヒタメの火はオモダルの神で、表面が完成した心の意味になるのを見ると、身の方に役割を感じなくもありません。古代と現代で読み方が異なるのか、エヒタメと唱えていたものがある時を境にエミタメと変わってきたのか、今となっては想像するしかありません。いくら綺麗な言葉を発しても心がないと伝わらない。言葉を発するまでの自分の心の中の霊が大事だと考えれば、感謝の気持ちを持って八文字を発し、先祖神や当の神々につながれるのであれば、どちらが正しいといった話ではないのかもしれません。唱え比べ、自分の気持ちや状況で判断されるのも良いかもしれませんね。今後は徳佐の神宝や勾玉についても
ご紹介していきたいと思っています。ご期待ください。